はい、皆さんこんにちは、サンテです。今回はよく使うエクスプレッションのタイムの使い方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきたいと思うんですけど、こちらに時計のイラストがあります。下にこの時計のベースと長針と短針があります。こちらをローテーションのエクスプレッションで動かしていきたいと思います。はい、でアンカーポイントはあらかじめこのセンターの方に置いています。こう回すとそれぞれ回るようになってますね。はい、では今こちらのコンポジションが10秒のコンポジションになっています。もちろんキーフレームを使ってこういう風に動かしてもいいんですが、今回はキーフレームではなくタイムを使います。ではエクスプレッションを記入していきたいと思います。オルトを押しながら回転のキーフレームをクリックします。そうするとエクスプレッションが書けるようになります。ここもう簡単です。こちらにタイムと書いてください。タイムの使い方は基本的に掛け算とかで使うんですけど、このタイム、時間に対してかける、この点キーとかの右上にあるこの米印ですね、これがかけるになってるんで、タイムかける10って試しにやってみましょうか。そうするとどうなるかっていうと、動きますね。勝手にこう動きます。はい、この1秒間に対して10の値を入れますよっていう意味になります。こういう感じで勝手に動きます。キーフレーム打たなくても勝手に動くんで、ちょっと面白いかなと思います。それでは早速こちらで時計のアニメーションを作っていきたいんですが、10秒間で1周したいので、1秒あたり360の10分の1なので36としておきましょう。そうすると1秒につきこう1時間ごとのこの数字になります。再生してみるとこういった形で10秒間かけてぐるっと回って、はい、一周するっていう感じですね。では同じ要領で長針にエクスプレッションを入れていきます。オルトを押して回転をクリック。この後タイムかける360、1秒ごとに1回転してほしいので360と記入します。そうするとこういった形で時計のアニメーションを作ることができます。こちらはキーフレームのアニメーションではなく数値のアニメーションになるので、もう時間の限り永遠に回り続けます。例えばコンポジションの長さをもう10分とかにしてしまったとしても、こういう感じですね。ギュギュッと伸ばして10分だとしても、もう10分間もこいつはもう永遠と回り続けるみたいなことが作ることができます。これがエクスプレッションのタイムになります。こちらの動画を見てエクスプレッションちょっと分かってきたなと思った方は、エクスプレッションをマスターする動画という動画を作っているので、そちらもぜひ見ていただけるとさらに理解が深まると思いますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。ではまた。